皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。アパシー、鳴神学園七不思議実況プレイやっていきたいと思います。というわけでね、エミちゃんの話だよね、ね、七不思議のね、集会の始まる前に、なんかこう、怖い話ができるかどうかみたいなのを、まあ、日野さんが、言って、それで、まあ、エミちゃんが話すことになったって話よね。なんだっけ、レコードの話よね。よし、じゃあ続きから、見ていきましょう。まあ、前回までのストーリーがですね、なんだっけな、こう、まあ、とあるね、放送室部の中にある、なんかレコードがあるんやけど、そのレコードっていうのが、その、まあ、なんかこう、ね、悪魔のレコードみたいな感じのもので、なんかそれを聞くと、こう、まあ、人間たちがこう、なんていうかこう、まあ、悪魔に乗り移るみたいな感じの、で、まあ、なんか宗教みたいなのができちゃうみたいな感じの話だったかな。まあ、ちょっとこう、結構久々にやるんで、ね、ちょっと間違ってるところがあるんで、ね、詳しくは、前回の、ね、パートを見てください。では、続きからやっていくか。悪魔たちが満足しうるだけ、布教が、成功したのよ。だからもう布教なんてする必要もなく、悪魔たちはこの世界で人間に混じって生きていけるようになったの。あ、そうそう、なんかもうなんか、全部、なんか宗教みたいなんで、こうね、崇拝が終わったんよね。で、もう、なんか悪魔のレコードみたいなのを、まあ、作る必要がなくなっちゃったみたいな、そんな感じだったっけ。そうなの。悪魔たちはこの世界で人間に混じって生きていくために魔法を広めていたというわけ。怖くない？まさしくデビルマンのね、終盤やね。もちろん、鳴神学園にも悪魔崇拝者だけではなくって、悪魔も密かに人間に混じって生活しているって噂もあるくらいだからね。聞く者を暴力的に変え、社会を憎み、周囲の人間に対し意味もなく反発させてしまう魔音だけれど、中にはもっと強力で恐ろしい魔音もあるの。例えば、人を呪い殺す魔音。殺したい相手に聞かせれば、その相手は数日後に不可解な謎の死を遂げてくれる。なんかあれやな、新井さんの話でもあったけど、もう呪えばの、呪いのや、ね、文字を書いていけば相手は、こう、だんだん弱っていくみたいな、あんな感じのとちょっと似てるかな。日本では、呪殺を規制する法律はないから、完全犯罪成立ね。もっとも、この魔王は封印され、今はどこにあるのか不明とされているけれど。それから、魔王を呼び出す、悪魔を呼び出す魔王もあるらしいわよ。一般的に悪魔を呼び出すには魔法陣や特定の儀式が必要なんだけれど、それがいらないらしいからお手軽だよね。なんかこうね、テレフォンショッピングとかにあったら、なんかこう売れそうだけどね。こちらが悪魔が呼べるレコード。なんと、普通だったら悪魔を呼ぶときに魔法陣や特定の儀式が必要なんですけれども、それが不要みたいな。なんかね、奥様とか買いそうじゃない？でも、今はこの世を悪魔が自由に行き来しているから、その魔王もあまり役に立たないんじゃないかしら。まあ悪魔は人間の心の中にいるっていうしな。実は、
その魔音を日本でも作ろうとした人がいたの。ミュージシャンじゃないわ。学校の先生よ。そう。この鳴神学園の学校の先生なのよ。レコードを作るのはそんなに難しいものじゃないのよ。特定の機械さえ手に入れれば素人でも作れたの。だから学校の先生が魔音を作ったとしても何も不思議じゃないわ。へえ、レコードって、難しくないの？マジで？作ったことないからわかんないや。レコード作り方って、ググったら出てくるんかな。もう何十年も前の話なんだけれど、それはこの鳴神学園小学校の音楽の先生だったのよ。鳴神学園小学校、ああ。あれか、ねえ、小学校の怖い話みたいな、そんな感じか。あっちの方ね。名前は知らないけれど、彼はまだ学生だった頃、イギリスのロックバンドが作った魔音に取り憑かれた若者だった。そんな彼が初めて魔音に触れたのは、音大生の時だった。最初、音楽学校の仲間から魔音の噂話を聞いたとき、冗談と笑い飛ばしたわ。でも、その数日後、魔音を聞いたと興奮して話した友人は、学生運動に参加して警察と衝突し、そのまま帰らぬ人となってしまった。ああ。もう完全に取り憑かれたんやな、魔音に。それまで学生運動をバカにして鼻で笑っていた友人のことを思うと、突然の心変わりが信じられなかった。心変わり。ね、禁止カードだよね。今でも禁止なのかな。彼は死んだ友人の遺品として一枚のレコードを譲り受けた。そう。彼を死に至らしめた魔音のレコードよ。彼は半信半疑でそのレコードを聞いてみた。おわ、マジで大丈夫なんかな？はじめは普通に正常に回転させて聞いたの。若者たちのけなげな愛を歌った穏やかで癒される美しいメロディーのラブソングだった。ラブソングか、なんかこう、なんだろう。ね、ラブソングっていろいろあるよな。俺らの世代だったら何があるかな。なんだろう。ね、いろいろあるけどな。ラブレボリューション21とか。ちょっと古すぎるか。他なんだろうな。なんかいろいろありそうだよね。けなげな人が聞くのがね、けなげ人なんだろうな。髪の毛の話。確かに美しい曲ではあったものの、取り立てて騒ぐほどの曲ではなかった。少なくとも彼にはそう感じられた。そして、いよいよ逆回帰伝を、聞いてみることにしたの。逆再生。わざわざ手で回してレコードを逆回転って舌が回らない。わざわざ手で回してレコードを逆回転させるような面倒なことはしなかったわ。オープンリールのテープにそのレコードを録音し、あとはそれを逆再生すればいいだけ。ああ、お手軽なやり方をやったんやね。でもなんか録音だと、やっぱりちょっとあんま効果が薄かったりとかそういう感じになりそうな気がするけどな。
ね、オープンリールのテープでやってしまったらね、なんか効果は弱まりそう。この話、わかりいる？オープンリールというのは巨大なカセットテープね。テープをリールに巻いて、それに音を録音したり再生したりするの。まだカセットテープもなかった時代は普通に家に置かれていたものよ。へえ、なんかVHS とはどう違うんやろ。このオープンリールの特徴は、再生する音のスピードを自由に変えたり、逆再生ができたことよ。だから、自分の作った曲を逆再生するときも、どのように聞こえるか、そのスピードを考えながら調整できるのよ。彼は、どうせ大したことはないと、高をくくっていたの。高をくくっていたか。おう、なんかすごい回転しているような感じの背景、そうでもないんかな。なんかこういうのになんか人間のこうね、人の骸骨の顔とか顔ってなんかありそうだよな。あるかな？なんかなさそうだけどな。こう、なんだろう。右のね、この大きい部分。S に見えるんだけどさ。これって、学校だったら怖い話、S の意味なのかな？いや、考えすぎか。考えすぎだな。ところが、その思いは一瞬にして砕かれた。テープから流れてきたのは、ラブソングとは程遠い、奇妙な、旋律かな、の中で静かに響く呪いの言葉だった。ああ、せっかくのラブソングか。しかもそれは、とても逆再生とは思えないはっきりとした言葉で歌われていた。もちろん歌詞は英語だったから日本語に訳さなければ内容は理解できない。なのにわざわざ訳す必要なんてなかった。耳に流れ込んでくる悪魔の響きに言葉の壁なんて関係なかったのね。英語強い人だったら多分ね、一瞬でわかるんだろうな、こういうの。体の芯からふつふつと湧き上がってくる言い知れない怒り。その怒りに理由なんて必要なかった。この世の全てが憎かった。ありとあらゆるものに怒りと憎しみを覚えた。でも、彼はあまりにも偉大すぎる魔音に救われたの。その偉大なる悪魔の音楽に魅せられていたのよ。自分でもこれと同じ衝動を作りたい。音楽性から偉大性になるのかな？偉大なだけに。まだ高校生の頃、音楽家として成功したいと漠然と夢を抱いていた頃の記憶が蘇ってきた。大学生になり、音大に通うことで自分よりもはるかに才能のある人々に触れてしまった彼。だから、音楽家の夢を早くも諦めてしまい、学校の音楽教師になることで満足しようとしていた自分。
そんな自分に嫌気を感じたの。自分の人生というレールをこんなにも早く敷いてしまい、行き着く終点もすでに見えているような生き方。魔音は暴力的な衝動を与えるだけではなかった。なんかこう、記憶というか、蘇っていきたんやね。これもまた悪魔の誘惑であり、彼のような不況のために働く人員を作ることにも役立っていたわけね。言葉を超越した魔音。おそらくそれは人間という壁さえも超えてしまうのだろうと感じた。彼は犬や猫にも影響を及ぼすのか実験したわ。動物実験に移ったのか。ん？これはなんだ、手？あ、ワンコか。ワンコの口か。ワンコの口やね。うん、歯があるし、あの剣士が。結果は大成功。近所に住む人懐っこいペットの犬が突然飼い主のおばあさんを襲ったの。幸い一命は取り留めたけれど、犬は保健所に連れて行かれたし、それまで明るいと評判だったおばあさんも家に引きこもるようになってしまった。おばあさんとあのワンコの人生狂わしとるやないか。ダメじゃん、やばいじゃん。うわぁ。なんか人を巻き込んでの実験はなんかなぁ。すごい、やばいな、サイコパスやん。彼は歓喜したわ。初めて味わう喜びだった。魔音が人間以外にも効果があるのを発見したのは自分が最初かもしれない。そしてより激しい衝動に駆られた。ねえ、歓喜しているときに歓喜することを忘れないようにしようね。人の作った魔音ではなく、自分が作った魔音でこの喜びを味わいたい。人の不幸は蜜の味と言うけれど、その蜜を自分が作り出すことで至福の喜びを得られるはずだ。音楽で世界を変えることができる。自分が世の中を変える魔音を作ることができたら、一体どれほどの喜びを得られるのか、それを想像しただけで心が震えるのを感じられた。そして彼は鳴神学園の音楽教師になる道を選んだのよ。それは夢を諦めた結果の就職でもではないわ。夢を叶えるために鳴神学園の音楽教師を選んだのよ。理由はいくつかあったわ。音楽教師か。教師になるのにもなんかこう試験とかね、やらんといけんけど、ね、よう受かったな。ね。まあでもこう、魔音で、ね、人を狂わせれているところを知ったらもう、懲戒解雇やで。まず、この学校に所蔵されているレコードの数は他の日ではなかったから。だから、もちろん魔音で奏でるレコードも所蔵されていた。そして、まだ見ぬ世に触れぬ魔音もあるかもしれない。それを探すのも彼の目的だった。それから、レコードを制作する環境も整っていた。鳴神学園ってそんなに設備が良かったんだな。すげえな。
素人でもレコードの作成はできるけれど、やはりプレス機という高価な機材が必要になる。なぜ学校にプレス機まであったのかは不明だったけれど、昔は校歌でも自主制作でレコード化しようと考えていたのかもしれないわね。なるほど。校歌をね、作るために、高価なプレス機を、作るっていう、まあ、そういうね、校歌があったんだね。この学校、時々何を考えているのかわからないところがあるから、このプレス機を自由に使うことができるのも大きな理由だった。ん？これは音楽室かな？なんかね、世界の音楽家のね、肖像画がね、貼ってあるけ。みんなわかるかな？まあ、ベートーベンかな？真ん中じゃないけど、左から4番目あたり。バッハが2番目かな？左から。いろいろあるよね。学校であれば、その機材が自由に使用できる。音楽教師という顔は、教材という名目で新たなレコードの入手や魔音の情報収集など魔音を作るための環境としては最高だった。特に小学校の教師であれば適当に子供たちをあしらっておけばほぼ時間は無限に使うことができる。彼にとってはまさに完璧な職場だったのよ。学校での評判も上々だったらしいわ。こう、あれか、ね、怪しまれんようにね、評判をね、用意しとったんやろな。ね、あの先生だったら何も悪さはしないみたいな感じで、ね、信用できるように、ね、頑張っとったんやな。だって、ずっと音楽室にこもって何やら研究をしているんですもの。問題も起こさないし、真面目に仕事をしている。レコード鑑賞の授業が多かったり、生徒を怒るようなこともない、放任主義だったから、生徒たちの評判も良かったそうよ。そんな彼は、どこから情報を仕入れてくるのか、世界中から毎年怪しいレコードを買い漁ったわ。意図不明な無駄遣い、よく学校が許したものよね。なんかね、呼ばれんのんかな、こう。ちょっとなんとか先生。これだけ、経費が減っているんですけれども、何か知りませんか？みたいな。何か買ったんじゃないですか？みたいな。怪しまれるんじゃないかなと思うけどね。普通だったら。ねえ、たとえ、こう、教師で必要だったとしても、普通なんか一言言えば、まあね、わかるけどね。一言言って、こうなんか、高価なものを買って置いたって言うんだったら、まあ、ね、何も言われんかもしれんけどね。もしかしたら、学校はその理由を知っていて、好き勝手させていたのかもね。この学校なら、十分考えられるもの。くふふふふ。なんでドラえもんみたいな笑い方してんだ？大山信代さんみたいな。それで、その先生だけれど、突然自殺してしまったの？没頭しすぎてって感じ？わかんないけど、ある日、
鍵のかかった音楽室から出てこない彼を心配して、他の先生たちが無理やりドアをこじ開けた。音楽室の中を見て、先生たちは言葉を失った。そこはまさに地獄絵図だったの。音楽室の中央には、レコードを作るプレス機が置かれていたわ。まさか。レコードというのはビニールで作られているんだけれど、塩化ビニールの塊をプレス機に入れ、上から押しつぶすのよ。そうすると、ビニールが圧縮され、レコードが完成するの。そういう作り方なのか。なんかね、今後ね、レコード作りたいよっていう人は、ね、参考にするといいんじゃない？まあ、そんなこと言ってる場合じゃないんだけどね、今。そのプレス機に、彼は塩化ビニールの塊ではなく、自分の頭を押し込んだのよ。彼は、自分の頭でレコードを作ろうとしたのね。でも、それでレコードなんてできるわけない。まあなんか、プレス機が置かれていたっていうので、なんとなく、ね、押しつぶされたかなと思ったけど、そういうことか。まあ、レコードできんわな。自分の頭押し込んで、ポーンってやったからって。チープシャーナルだけ。まあでもこうね、首がなくなってもこうなんかね、動くせいとかおったけ、ワンチャンあるんじゃないかな。体だけ動くっていうのは。ね、他の誰かの首を切って、自分の頭にすれば。プレス機は容赦なく彼の頭を押しつぶし、あたりにはプレス機から押し出されたようなミンチになった肉が飛び散り、血だまりに浮かんでいたんですって。もうね、ミンチだからもうハンバーグ食べれないかもしれない。ね。なんかオクリーヌでも似たようなシーンやったけど、こうなんかね、死体がね、焼かれるところを見てもう焼肉食べれないみたいな。ね。いや、まあ出されたらお肉って食べたくなっちゃうよね。そしてプレス機にはレコードの形になった肉が張り付いていた。張り付いていたそうよ。彼はきっと魔音を作ることができずにノイローゼになって自殺してしまったんでしょうね。だからレコードは完成しなかった。そしてプレス機は処分されてしまった。